皆さんお疲れ様でした。2021年マンション管理者本試験、えー、今回満館本試験解答速報ということでえ始めさせていただきます。担当はレック専任講師亀田です。よろしくお願いします。 はい、そうですね、えー、本当にお疲れ様でしたまあ回答速報の方はですね、えー、まあ、r e クのホームページで、えー、回答の、ねえー、番号が上がっておりますのでまあ確定はしておりませんがね、えー、そちらをご参考にしてください私、亀田はですね、えー、今回のマンション管理士試験のうちですね、えー、担当が設備系法令、えー、問い番号でいうと20番から24番までですね、えー、それから会計、これが34番、35番で 36番からのいわゆる建築設備の知識が45番まで続いておりますがそこをまあ,まあ全体的なところなんですが、えー、まあざっとしか見ておりませんが難易度は例年とそれほど変わっていないんじゃないかなというところですね。で私がが担当外の法令形が若 難しかかったかなといいううふうには聞いております私もさっと見た範囲でまあ文章量も多いしそれから問いの一番目からもういきなりですね最近ほとんど出なくなったいわゆるタウンハウス型の分裂の話が出てたので、まあ、これで面食らってさす、えー、しかも個数でしたからね、えー、っていうのがあったりしてまあ、ちょっとね、えー、混乱したんだとは思いますが特に。 法令系、えー、でも建築設備法令のですね20番から24番まではまあサービスとは言わんまでもね、まあ、ほとんど簡単な問題がずっと5問続いたので取りやすかったかな。からえ建築設備の知識の問題もまあほぼほぼ過去問からの出題が多かったのでまあ、ここで。 全体的に言うと法令系は難しかったものの建築設備その建築設備法令も踏まえて簡単だったのでまあうまくバランス取れてるっていうわけじゃないんですけれどもえまあ例年通りかなっていうところですね合格基準もそれほど昨年えあるいは一昨年とそれほど大きくは変わるもんじゃないのでねまあえー まあ、例年通りだと伝えておきましょうです、ねえー、規約の方が若干細かくて取りにくかったかな個数もぼちぼちあったりしたのでねというところでしたはいですねで私の担当する、えー、建築設備および建築設備法令なんですが先ほど言ったように、えー、特に建築設備法令の方が結構簡単でしたね、えー、でただ簡単というのは過去もちゃんとやって とけばということなんですがね。過去問の,の焼き回しが非常に多かったですね。まあ例えばそうですね。 消防法の防、えーまあ、遠性能なんかはここ10年で、まあ、4回ぐらい出てますが、まあ、そこをズバリ聞いてきたっていうだけですしそれから建築基準法もそうですね、えー、これも何度も取材されてるところですねあの避難通路の、まあ、単純なね復員、えー、の話だけなんですけどねそれから水道法も 今年にに関ししては非常に簡潔でした単純に水道技術管理者これはもう簡易専用水道においては置く必要はないっていうだけでね、まあ、一発回答も簡単なところだったので、まあ、非常に取りやすかったと思います。はい、で、まあ、一応、えー、順番に問いの20番から見ていきますと。 まずは都市計画法、ですねで。都市計画法、まあ、これはそうです、ねえー、初めて聞かれるところかな正解足に関してはいわゆる、えー、都市施設の問題なんですけれども、まあ、都市施設は都市に必要な施設ということで、まあ、特に市街化区域とかになりますと、えー、必ず定めなければいけないもの、えー、道路や公園それから下水道ということなんですが最後の1つが医療施設、えー、それは必ずしも定める必要がないのでこれも明らかに誤ります。 ありだというところでこれは初めて出ましたが他の足からの推測でだいたい解けたかなというところですが、ね、ただそうですねあの他の資格で卓研などを勉強しておけば、まあ、比較的容易だったんですけれども都市計画法そのものが苦手だったりする場合はちょっと取りにくかったかなという感じでした。はい 建築基準法、まあ、これは非常に明瞭簡単で、えーまあ、いわゆるあの屋外に設ける避難、まあ、通路ですね、えー、これに関してはも,う、えー、もちろんね1 5メートルということで0.9これじゃ狭すぎるだろうという感覚であればいけるかなという感じでしょうかね、えー、もうこれ明らかに誤っておりますというところです。はい、から 水道法、まあ、例によって簡易専用水道に関する記述で誤っているものなんですが、えー、もう簡易専用水道いろいろ専用水道との違いね、まあ、ここがズバリ出てきたところここの専用水道との違いが出てきた時にはもうおいしいですのでね、えー、そうして正解足になっているのが、えー、水道技術管理者ねこれは。 専用水道においては置かなければいけませんけれども簡易専用水道においては置く必要がないので、まあ、ここで明らかに誤りだというところですね。はい、から消防法の問いの23番ですが防衛、えー、性能ね、えー、まあここの設置基準ですけれどもあくまでもこれは3 1ルを超える建築物だというところで、まあ、ここは。 あの裏の表現で過去、ね、何回も出ておりますので3 1ルを超えるということなので、まあ、逆に言うと3 0ね、えー、これにおいてはその、ね、基準はありませんのでもちろん足の4番目、えーまあ、これが回答になりますというところですね。ねねはい、はい、から問24番、えー、これは警備業法です、ねえーで これまた誤っているものはどれかなんですが、えー、警備業を営もうとする時ね、えー、これもう届け出を提出しなければいけないっていうことなんですがええー、警備業も開始した後では遅すぎますからっていうところです。まいうところです。ところで、まあ、これもね、あのー、ちゃんと精査して作ってほしいと言えば作ってほしくてこれまあ没問とかうんぬんかんぬんにはならないんでしょうけれどもね正解しになってるのでね、えー、警備業を、 営もうとするものは営もうとするもの今から営もうとするものですね書き出しがね。で 警備業務を開始したあとになんかいやもう開始しとったらもう、えー、営もうとするあとじゃないかっていうこれ日本語的にはも明らかにおかしいので、まあ、そこからああまあ誤りだった記述としては完全に誤っておりますがね、えー、今から営もうとする時、えー、ものはっていう主語にしておきながら、えー、警備業務を開始したってもう明らかにおかしいのでね、えーまあ、こういうちょっとまあ 作りの失敗裏から考えればねそういうのを利用したら簡単に解けましたっていうのもあるのでまあそうですね、えー、設備系法令はまあ都市計画法はまあミスったとしてもミスったってね、えーまあ、間違えたとしても残りの4問は取ってほしいところでしょうかね。はいから会計に関しては例年通りというか、えー、と仕分けズバリの問題は出題はされませんでした。 まあ、ところで問いの34番なんですがね、えー、こちらに関しては仕分けじゃないんだけれども結局あの対借対象表における、ねまあ、関連性となりますので、まあえー、賞味財産が増加したか増減がないかっていうところは、まあ、一しやし、えー、ちゃんと仕分けをしていけばね、えー、これの、えー、対借対象表情の関係性が見えてきますので、まあ、結論まあ 計算書類の読み方ということなんですが仕分けをすれば、まあ、回答は出るというところなんでまあ僕は仕分けの問題というふうに考えてまあ理屈が分かってなくやったらちょっときつかったかなっていう感じですね。はいから35番 まあ細かいことを聞いてるのもあるんですがこれ税金ですね。税金で消費税のことなんかは初めてそうですねあのいわゆるえ基準期間とともにあの特定期間のことも聞かれておりますのでまあここはちょっと面食らったかなとは思いますが管理業務主任者のえでよく出題されるところなのでやっぱり管理業務主任者のねえところをやっぱりちゃんと復習しておけばまあなま っってここととなかったかなかかたたいう気はしました、はい、まあ、ところで正解足は、えー、もう非常に簡潔でしたので、まあ、そこのところにたどり着かなかった気になったとしてもね正解足自体はね、えー、もちろん、えー、管理組合法人であろうと管理組合法人じゃなかろうと法人税でね、えー、これ課税されていくっていうところだけだったんでまあそこは回答は簡単かなとは思いました。はいはいえー、続いてが問いの36番。 からが、えー、いわゆる建築設備系の、まあ、知識の問題ですがまあソドックスに出題もお、えー、およそ例年通りでしょうかね、えー、長期終電計画それから、えー、っと終電積立金のガイドラインもね、えー、どちらも出てました問いの36番と39ですかね。 はいいずれもへ内容は平易でかつあの常識的な形で取材がされてあのまあ回答できるような形でね、えー、取材があったのでまあ、そこはねミスなくというところでしょうかね。はいで、まあ、これも一応順番に見ておきますと問いの36番これが長期修繕計画ガイドライン、えー、まあ内容は平易なので、えー、省略させていただきます。はい それから、えー、37が大規模修電のね、えー、流れなんですがまあこれもまあ内容としては、えー、それほど難しくはなかったので、えー、だったとは思いますあの。いわゆる2つの方式の違いをね分かっていればあ、まあ、理屈からも当然解けたかなという気がしましたかね。 単純な建築設備の問題で知識の問題で個数の問題は初めてだとは思いますねまあ、ただそれ裏を返せば他の問題も合わせてまあ、内容自体がまあ、作った後か作る前かは分かりませんけれども平易だというのが分かってそれで 個数にしたのかなという気配はしました、えー、内容の一つ一つはね、えー、大したことはありませんでした問いのはじわてこれは劣化診断、えー、の、まあ、原因の問題でしたがね、まあ、非常に一足一足レベルとっても、まあ、過去に取材されているものばかりなのでね、えー、これは個数の問題でもそんなに大したことはなかったかなとは思いましたはい 問十九、えー、終電積立金のガイドラインですね、えー、これも内容がいいなのと,、まあえー、と特に正解足になっているのは、ね、過去何回かというかこ,この終電積立金のガイドラインがあるともここをやっぱり聞いてきます、えー、いわゆる超高層マンションが、まあ、他のマンションに比べて終電工事費が高いか安いかというところですが、まあ、一般論ではありますが 超高層マンションになりますと、えー、いろんな、ねえー、特有の、まあ、設備が出てきます、まあ、例えば足バッタって、ね、普通のマンションのように行きませんゴンドラが必要であったりすることがあるので通常は、えーまあえー、個数とか面積が同じであれば、ねえー、終電工事費、まあ、1個あたりの終電、えー、工事費などなどはやはり,、ねえー、やっぱり高くなる傾向があるはずなのでこれ安くなるバねやっぱり高いと安い、ねえー、そういうの入れ替えでしたというところですね。はい から問いの40番、えー、こちらがえー、まあ、総合的には聞いております。けれども、駐車場とかねえー、まあ、エレベーターなどなどのところでした。まあ、こちらについても内容簡単ですし、そして。 正解足になっているのがいわゆるあの防犯上のいわゆる明るさの問題、ねえー、ですね、はい。50と20のポイントなんですが、えー、みんなが顔と顔をよく合わせるようなところ、まあ、例えば玄関ホールとかねそれから玄関ホールのエレベーターホールでも玄関ね、えー、なんかはこれは、えー、50ルクスです。はい、20バス以上でで、はいえー、ですすす番ねねこ、えー、これれが、まあ、建築基準法やそその他、まあ、これも、まあ、今回そうです、ね 総合的な問題がちょっと多かったですかね。いろんなところからね。えー、まあそれにつけてもまあ、えー、最終的には回答は非常に優しいということですね。はい。で、正解足になっているのはあの遮音性能に関してですが、まあいわゆる床衝撃音に関しての重量床衝撃音とそれから軽量床衝撃音がありました。で、その時の対策が違ってきて、確か重量床衝撃音は根本的にね解決が必要ですので、まあ床の作りであったり、まあその床の強化という意味では。 床を強化するとなるという根本的に張りですね。で張りを多く入れることによって対策を取れるんですが、張りによって囲まれた正方形の板板によって面積に。 大きいほど高くなるまた奇妙な表現ですが、まあ、これも常、えーまあ、上等手段であって、えー、床を張り巡らせればいいっていうこと張り巡らせると、まあ、囲まれた面積は、えー、これは小さくなりますからねやはりここも小さいと大きいの違いで、まあ、そこの辺のね、えー、囲むをやってればこういう引っ掛けが非常に多い言葉の最終的には引っ掛けが多いのでね、まあ、この辺で1文字,一文字広いを狭いと書いたり大きいを小さいと書いたりね、えー、するだけの、まあ、そこに傷がつけば 非常に簡単でしたというところです。はい。問いの四十一ね、えー、問いの四十にもまああのあまり聞かれないところですけれども、まあ構造を想像するとまあ回答にはたどり着くかなっていう気はしました。えー、まあマンションの一般知識、これもちょっと総合的な問題ですかね。えー、防犯面からもいろいろなところのまあ問題でした。はい。 問43、えー、排水設備ですね、えーまあ、例年通りこの問いの43とか2あたりで排水設備あるいは給水設備が出てくるものの、えー、この43は、まあ、数字の問題ではありますがね、えー、ここ、えー、いわゆる、まあ、関係の1 2 5ミリの場合はどれぐらいの小最小勾配、えー、かというところですが、まあ、単純に数字が違っているので誤りというところでした。はい ただこの数字をしっかり覚えてるというのはなかなかきつかったと思うんですけれども、まあ、逆に2も3も4も,もう明らかにこれね、えー、正しいということと、まあえー、これは過去何回も出題されているところなので、えー、足の2番の、まあ、いわゆる通気立て感の場合はね正、えー、圧になるか負圧になるか上回か下回かどちらが正、えー、圧になるかというところだけでした。で 足の3番ですね、えーまあえー、ポンプ直送方式の問題です。で足の4番はトラップで逆ントラップの,、まあその具体例というところですが、まあ、いずれにしても、まあ、非常に、えー、2三四ともね、えー、平易で、まあ、回答ができるところなので足の1番、まあ、数字がちょっとおかしいかな、まあ、ただ過去にも取材例があるので、まあ、この辺もね、えー、非常に容易に回答はできたかなと思います。はい 足のの、えー、問いの44番消防設備、えー、まあ消防法でも消防設備の問題ですが、あのーまあ、意図してかどうか分かりませんが屋内駐車場のいわゆる消火設備ね、えー、今年に関しても、まあ、いろいろ、あのーまあ、事故があったりしてやはりその辺は、えー、時代の流れというかね、えーまあ、そういう問題点を追求するようなところさすがに今年も そういうのを狙ってきました。でね、かなり細かいですね。えー、その、まあ、 消火設備の設置基準としては、ね、駐車場のね、えーまあ、これ地階とも違うしそれから、えー、1階部分それから2階部分ね、えー、それぞれねまあ地階と2階以上は一緒かな、ね、まあ一番厳しいんですが、えー、と1階部分はまあ地階とか2階以上に比べると、まあ、基準が、えーまあ、緩くてまあ300平米だとこれ設置の基準は、えー、設置の必要性はありませんよというところで、まあ、ここは直接に聞かれたことはないしかなり細かいので。 正解足は戸惑ったかと思いま,すまあ逆に言うとこれも134のまあ他の足です消去法まあ正しいもので消去法って結構きついんですけれどもまあここも消去法で回答できたかなっていう気はしました。はい、ですね。えー、問いの44番目です。はい 問いの45番、えー、まあこれは正解足だけ非常に明瞭だったんですがあまり聞かれないところなんでね、えー、まあここも逆に言うとそうですね、えー、まあ一番はあ一番も一度ね、えー、この、まあ、大便器の圧力なんですが聞かれたことがあったので、まあ、そうすると過去問やってれば134、えー、の、まあ、正しいっていうのが見えてくるので、まあ、そこから。 消去法でもっていうところででししょうかね、えー、でした、はいでまあ、これ全般通じてそうですね設備系もですね、えー、ほぼほぼ正解しピンポイントで分かったりそれから正解足が多分これおかしいよなとは思いつつ他の足で、まあ、例えば問いの43445あたりなんかは他の足がこれ正しいよね適切だよねっていうところで消去法も取れたので。 全般通じても非常に簡単ではありましたしそれから極端に難しい問題は一問もなかったから意地悪な引っ掛けもなかったので、まあ、今回はそうですね、えー、まあ法令系特に規約ですね規約がやっぱりあの細かいことを聞いているので、まあ、逆に言うとこの建築設備法令も踏まえて 建築設備法令も踏まえてこの建築設備知識に関してはうんかなり高得点を取らなきゃいけなかったかなっていう感じはしましたねで全体的にバランスが取れて、まあ、法令あるいは規約等々で難しい部分をこちらでなん、まあ、とか補わなきゃいけないという感じではしましたかね、えー、全般的な感想の中でこの建築設備、えー、どういう位置占めてるかっていうものも踏まえてでしたはいですねはいでまああのーえー まあ、あくまでも回答速報ということでア、まあ、レックも公表しております回答番号ですね。まあ、ただ、えーまあ、そこで、まあ、自己採点して一喜一憂せずにね、まあえー、よく考えたらこの辺ちゃんと得点取れただろうというところもありますので、まあ、そこはね、えー、しっかりは検証はしていただいてまあ そうですね。えー、基準点まあかなり弱い人はゆっくり休んでくだされば、それから微妙な方はやはりね、まあ今のうちからあこういうところで、えー、まあ失敗しているのかなっていうところ、まあ自己検証は済ました上でね、えー、まあ合格発表を待っていただける、えー、ればというふうには思っております。はいですね。えー、で私の方からのまあ好評という形ですがね、えー、以上ということとなります。はい、皆さんお疲れ様でした。